い、こんにちは。ようやく発売されましたスーパーマリオメーカー、こちらのゲームを買ってまいりました。スーパーマリオ30周年ということで、私がじゃあファミコンに触ってゲームを始めたのがだいたいこの辺あたりなんで、私も年取るわけですよ。30年かってなるわけですよ。それは年取りますね。まあそれどころか私ファミコンより前のゲームウォッチからやってるんで、それはまあ年取りますよ。30周年というわけで、スーパーマリオをね、昔から当時遊んでいた人たちの年齢が全てここでバレるというソフトでございます。スーパーマリオを遊んでいた方、もう30年前でございますよ。はい、というわけでこちらのゲームなんですけど、なんとユーザーが、マリオのステージを作ってそれを遊ぶという形になっております。今回私はこれね、Amazon で買いました。なぜかというと Amazon 限定のものが最近増え始めたんですね。今回はこれです。30周年マリオのカラビナですかね、これ。なんて言うんだろう、カラビナかな、多分カラビナっていうんだと思うんだけど、ドアのさ、ノブにつけていても可愛いかなと思ったりするんですね。非売品って入ってます。あ、よくできてる、こういうやつね。でここに3つぐらいなんか付け足せる、ルイージ、マッシュルーム、カメ、キノコはないなっていう感じでこう遊べるわけです。最近ね、アマゾンはこういう独自の特典をつけるようになってきました。もうやっぱりきついんでしょうね、アマゾンもようやく。ただ売るっていうスタンスで売れなくなってきたんだろうねって、私みたくさ店舗で買うだったり、最近私ヨドバシ中心ですからっていう感じもあるんで、スーパーマリオメーカー、これはね、リトルビッグプラネッツってあったと思います、ソニーさんのゲームで。リトルビッグプラネッツ、あれがね、やっぱりユーザーが作ったものをネットワークに置いてみんなでそれを遊ぶっていうので、あのすごいステージだねってコメントつけたり評価をねできたりっていう、すごいねいいコミュニティを築いていましたね。で、まあアンダーグラウンド的な話ですけど、改造マリオ、VIP マリオとかね、昔からニコニコ動画で流行ってるじゃないですか、タスさんとかって言われたりっていう、まあステージをねみんなで作る改造マリオっていうのが流行っていたんですよ。だからまあそっからおそらくこれはヒントを得てる、だから逆輸入なんですよね。ユーザーが海賊版的に遊んでいた、マリオ、改造マリオをそれ面白そうじゃんっつってここに持ってきたのが、始まりという感じです。今回は Amazon 限定版を買ったので、確かこれが Amazon の、限定品でいいと思うんだけど、こっちは、マリオのソフトウェアで、こっちがね限定のブックレットですね。いやー、これは思い出深いよ。昔やりました、みんな。金太マリオとかさ、あの金太マリオもそうだし、なんか1の2で最後の土管の上でさ、こう逆に1ブロック、土管の上1ブロック残してこうウィンウィンウィンって飛ぶと、ふえーって言ってさ、マイナス1ワールド、1の1じゃなくての1ワールドに行けるっていうね、あったじゃんそういうのとか。懐かしいねー。うわーうわー、なるほどね。すいません、ちょっと風邪気味で。やっぱりマリオは初代、2、3、スーパーファミコンのとずーっと追っかけてきてますからね。で、64も発売日に買ってるし、うん、ギャラクシーあたりからですね、私があんまりマリオって言えなくなったのは。64まではでもね、革命的だとは思ったんだよね。横スクロールじゃなくなってもね。ギャラクシーなんかちょっといまいち私は、うわーってなれなかったんだけど、でも、ゲームボーイで一番最初に買ったソフトもやっぱマリオでした。当時やっぱりね、すごいなんかマップを描いたりしてました。私子供心になんかマッピングして遊んでました。自分で攻略本作ってやるよみたいな感じでね。まあ思い出深いですよ。これをね、私が買った理由ですけど、私ステージエディットって基本的に好きじゃないんですよ。リトルビッグプラネットでもプラチナトロフィー取るためにエディットとかしましたけど、基本的にこういうのは好きじゃないんで、エキサイトバイクなんかも昔あったじゃないですか。あの時代からすでに私はエディットっていうことは好きじゃなかったんです。自分でお金払ってゲーム遊んでるのに、なんで自分がゲーム作んなきゃいけないのみたいな、そういうニュアンスなんで、基本的には作るのは好きじゃない。じゃあなんでこれを買ったかっていうと、これみんなで遊べそうだなと
思ったんですよ。ちょっとね、仕様見ないで買っちゃったんですけど、まあおそらく大丈夫だよね。みんなが、生放送でやろうかなと思ってて、みんなが遊んだステージを私にください。簡単でも自分のすごい面白いギミック仕込んだので、もう、どやってきてください。で、その中で、超むずいのももちろんいくつか、あ、いいですよ。ね。もう超むずいの、めぐみさんやってっていうのでもいいですし、これをね、生放送で、じゃあ今日は、みんなが作ってくれたステージクリアしていきたいと思いますみたいな感じで遊んだら非常に面白いんじゃないかなと思いまして購入しました。だからこれはみんなと遊ぼうと思ってます。今回 Wii U を持っていて、このスーパーマリオメーカーを持っている方、ぜひ、私にステージを作ってください。それで私はそれを生放送で遊びますので、そういう形でやろうかなと思ってます。やっぱりマリオは今ここ見たんだけど涙出そうだもん。こうファミコン版でスーパーファミコン版でとかさ、ヨッシー乗っててとかさ、懐かしいよな。マリオ初代マリオさ、クリアできなかったもん。いや、できたんだけど、やっぱそれはワープゾーン使ってだよね。最初に1の2のドカン入っちゃってクリアだった。1の1からストレートにクリアってできなかったよ。当時すげえ難しいゲームだったよ俺。まあ無限アップすりゃもちろんできるんだけど、私子供の頃そんなにゲームやらせてもらえなかったんで、1日30分とかしかやらせてもらえなかったんですよ。うちね1日30分縛りやったの。日曜日は40分やっていいんだけど、平日は30分しか遊んじゃいけないの。で、母親の機嫌がいい時に1時間とかやれたりするんだけど、基本的には30分しか遊べなかったの。だから30分じゃクリアできなかったよね。それ無限アップして難しかったよねえ。で、特にマリオ2はやばかったね。マリオ2、マリオが普通でルイージが滑るみたいな感じで、あれもねすごいやったんだけど、なんかね子供心にルイージの方が強いじゃんみたいな気持ちがあって、私ルイージ使ってたんですよ。なんかジャンプ力あるし、滑るっつったってそんなのテクニックでカバーしてやるよみたいな、もう中二病ですよ完全に。子供ですよ、キッズキッズで、ルイージやってたんだけど余計難しくなってるっていうねでマリオ3はね、それもまたやりましたよ。特にカエルスーツとかさ、あの辺を撮った時って嬉しかったよね。なんかここでしか撮れないカエルスーツ、うおーみたいなのとかあったし。で、スーパーファミコンに移るわけです。そしたらスーパーファミコンに入ったらついに、トランスレートっていう機能が実装されるわけです。水です。半透明の水ができるわけです。これは感動ですよ。当時私は PC8898 という、パソコンでプログラムをもうやっていたんです。だから、パソコンでプログラムをやっていた以上、透明ってね、すごいんだよ。透明ってできないんだよ。透明表現って不可能なの、実は。それで、じゃあどうするかっていうと、例えば PC88 や98では無理だったんだけど、X68000 っていうマシンではできたの。それはなぜかというと、X68000 はマシン語レベルでトランスレート、サポートしてるんだよ。だからできたの。だけど基本的には半透明っていうのはね、プログラムで不可能なんですよ。まあやればいいんだよ、もちろん色が混ざった時のことをシミュレートしてプログラム組めばいいんだけど、もうそれだけで、当時容量とかね、速度とかの問題があって、それだけでもうそういう透明が表現できるソフトウェアで1本で割っちゃうんですよ。それを組み込むなんてもう無理なんですよ。だから半透明のね技術っていうのはもう感動しましたよ。もう度肝抜かれましたよ、これで。やっぱり。懐かしいね。いやいやいや、すごい懐かしい。いろいろあったなぁ。人生で、やっぱ。スーパーマリオワールドね。それでそっからまあ64のマリオはちょっと、入ってないね。なんかよくわかんないけど、4つ入ってんのは、いわゆるファミコンのスーパーマリオブラザーズと、ファミコンのスーパーマリオブラザーズ3と、スーパーファミコンの、スーパーマリオワールドと、Wii U の、スーパーマリオブラザーズ U っていう4本ですね。64とか、多分それ横スクロールじゃないからか。あれもすごかったんだけどね。当時、宮本さんの。このうち最初の箱庭的な感じですよ。箱庭芸っていう言葉的なのを作ったのは、マリオ64で宮本さんが作りましたからね。これは本当にね、まあ歴史を感じる。非常に。で、この Wii U のソフトが、普通は、ブルーじゃないですか。この色なんです。ブルーなんだけど、これ、
黄色だね。やっぱそれぐらいすごいんだよ。嬉しい。そんなわけでね、これ買ったんで、ぜひ皆さん買った人、私にステージを作ってください。まあできればね、全部アイワナみたいな鬼のようなね、あの鬼畜マリオではなく、普通のね、なんか面白い可愛らしいステージだったり、独創性に富んだステージだったり、自分なりの面白いギミックをね仕込んでくれたりっていう、そういうのも、そういうのがいい。貸しに死にげばっか来ちゃうとさ大変じゃん。まあそれはそれでまあいいんだけど、皆さんのクリエイティビティに、期待しております。そんなわけでスーパーマリオメーカーついに発売されました。最後、もしかしたらこれが最後の Wii U の玉かなと思います。まあちょっと特殊なゲームなんで、マリオってついてるけどスプラトゥーンほどバーンとはいかなそうだけどね、今後の Wii U のソフトがほとんどないんでここで終わりかなっていう気がする。そんなわけでスーパーマリオメーカーの購入でした。皆さん生放送で一緒に遊びましょう。バイバーイ。